2021年モデル S400 でトマチック。これあの色なんかすごくいい色なんですけど、エメラルドグリーン。どれくらい音がディーゼルっぽいのか検証してみよう。はい。ああでもディーゼルの音だね。じゃあちょっと閉めてみますか。でもそんなにガラガラ音がするかっていうとしないですよね。しない。ああ、おお、うわー、すごい。分かったよ。難しいが難しいから売却したんだよ。あの車乗った時にだよ、はい、そもそもアンビエントライトオフだったじゃん。だってさ、今まで S クラス大好きだったさ、ご年配の方とかがさ、はい、ね、また新型出たから乗り換えたいって言ってもきっとここで諦める、はい、多分このオーナーさんもそうだったんじゃないのかって、はい、とにかくね、やっぱね、乗り心地、乗りやすさ、運転の快適性、操作性を重視する方とかはいいかなというふうに思いました、はい、いつもロペライオチャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。今回ご紹介するお車は早速入庫しました2021年モデルメルセデスベンツ S400 でフォーマチック。もう早速入庫したということでですね、はい、まあ、前回の S500 に続き400のディーゼルをインプレッションさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、とその前にまたですね、安定の告知がありまして、はい、また現行モデルもどしどし入ってくるということは、はい、買取強化キャンペーン中ということで、今ですね、8月になりますかね、この動画配信している頃には、はい、もうまだまだ買っていきますので、ぜひこちらまでお問い合わせください。お問い合わせお待ちしております。はい、それではスペック紹介からよろしくお願いします。はい、こちらのお車ですが、3リッター、直列6気筒ターボエンジン、はい、最高出力330馬力最大出力 71.4kgm となっております。なるほど。はい、まあ、正確には2926なので CC なので 2.9 リッターなのか、まあ、3リッターなのかっていうちょっと曖昧なところで。なるほど、はい、やっぱディーゼル出していきたいよと。そうですね。ということは今現行のラインナップはこの500とこのディーゼルになるところ、ね、はい、の、スポーツがあって、ロングか、うん、はい、なんで、まあ、細かく言うと4種類。なるほど、はい、で一応この車に関しては AMG ラインが入って、はい、レザーエクスクルーシブパッケージが入って、おお、ベーシックパッケージが入って、おお、それなりのオプションがもう入ってるお車。ほぼフルオプション。ほぼフルオプションです。これ新車はいかほどですか。新車の、車両価格が大体1300万円くらい、はい、それにオプションで、細かい金額ちょっとあれですけど約200万弱ついているようなお車になってます。1300万円。はい、またなんか絶妙なプライシングだね。そうですね、安くもなく高、うん、でも 400D でしょ。そうです、3リッターのディーゼルエンジン。そうです。で乗り出しなんだかんだ言って1500弱ぐらいになっちゃうけどね。多分1500、1600いきますね。なかなか絶妙なラインだね、はい、でも今すごく人気モデルですね、まあ、僕もちょっとディーゼルは最近気になるんで、はい、そうだよね。これあの色なんかすごくいい色なんですけど、これは黒かと思いきや、ね、黒かと思ったんですよ、はい、うちの広告見たら、ちょエメラルドグリーン。エメラルドグリーン、なんかメルセデスってエメラルドブラックっていうね、まあやりましたね、根系があったけど、はい、エメラルドグリーンという色が登場して、はい、エメラルドグリーンというとジャガーとか結構あったよね。ありました。でもあれはちょっともっと緑が綺麗な感じね。このねカメラで見ると分かるんですけど、ね、光のこの当たってる感じで全然このねメタリックの光り方が違うんで、はい、なんか S クラスでこれを選ぶっていうところがまたなんか品があっていいね。そうです。で内装が、ベージュ。分かってんなーって感じ。いい趣味してますよ。イギリス仕様だよ。はい、分かりました。じゃあちょっといつも通りですけど、はい、また鍵はどんな鍵になってるわけですかね、はい、まあ、前回と一緒ですよね。やってますが、まあ、こういう感じですね。あー、なるほど、はい、で裏はこういう感じ。なるほど、はい、はい、でちょっとじゃあまた開けて閉めてやってみましょうか。じゃあ開けます。はい、うん、なるほど、はい、ロックします。はい、こういう感じで光るよと、はい、またライトもねゴージャスになって、でここに大きくねレーダー機能が入って、はい、でフロントカメラが入って、フロントカメラが確かあれだったよね、なんかバックかなんかに切り替えた時にちょっと前に出てきたんだよね。そう、
そうでしたっけ。そう S500 の時に、ね、そうだったの。多分乗ってたから分かんないと思うんだけど。ああはい、そうそうそう、そういう機能なんですね。で、あ とドアノブが出てくると。そうだね、出てくるタイプ、まあ、空気抵抗等を考えてる、こういう感じで、ね、で意外とこう指挟んでも大丈夫だったっていうのが、はい、S500 での検証だった。そうです。でバッテリー上がったらどうするんだっていう話にもなって、 ね、そこはドアノブをグッと押すと反対側から引っ張って出せますよ、はい、ということでしたね。はい、はい、じゃあちょっとボンネット開けてみましょう。はい、これあれなんですね、太陽がもろに当たるとちょっとやっぱ緑が強いんですね。強いね。こっちから見ると結構黒なんですよ。そうそう、こっちから見ると思いっきり緑で。おお、はい、まあね、500のね V8 も入るぐらいですから、はい、エンジンルーム自体は大きいですよ。はい、そうですね。もうでも12は出てこないだろうね、きっとね。出てくるのかな、マイバッカーで560とかさ。なんか出てきそうな予感しません？でも12じゃないような気がするよね。 V8?V8 とかで。あ、4リッターですよね、はい、うん、まあいいじゃないですか。こっちにバッテリーの、はいはい、ここもね、これはどうなの、こういう形か、ここに端子がありますね。なるほど。ディーゼル、あ、まだ開けといて、ディーゼルどれくらい音がディーゼルっぽいのか。あー、はい、ちょっとさ検証してみよう。はい、でちょっと鍵ちょうだい。さっき僕実はちょっと乗ったんですけど、うん、乗った感じわかんないです。ちょっとエンジンかけてもらっていい？乗った感じ分かんない。分かんなかったです。ディーゼルそこ大事だよね。はい、デバちゃんみたいにもうガラ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 だったらびっくりしちゃうけど。逆にレンちゃん静かですよね。レンちゃんはそうだね、静かだね。じゃあエンジン始動します。あー、でもディーゼルの音だね。これでもこれをまた閉めると変わるかもしれないですよ。だってここのさ、やっぱさね、暑いし、ちゃんと音とかもね、はい、ここでね、ちゃんと回転数とか、あ、ファンが回ってる。はい、じゃあちょっと閉めてみますか。あ、そうするとこのグリルから聞こえてくるね。まあファンのちょっと、すごいね、ファンの音がね、これ。まあ、わ、ちょっと暑いんで。すごいよ。お、吸ってる、吸ってる。すごい吸い付けられるね。すごい音がすごいだけあって、でもそんなにディーゼル音がガラガラ音がするかっていうとしないですよね。しない、うん、ファンの音の方がちょっとうるさく感じるぐらいです、はい、なるほど、わかりました。で続いてサイドも見てみましょうか。はい、はい、でこれがサイドですね。はい、なんかエメラルドグリーンっていうちょっとなんか割となんかおしゃれな色なけど、仕様はスポーツパッケージっていう。そうですね。なので、まあ、ホイールも20インチの、うん、AMG のスポーツホイール。なるほど、はい、これサイズはどうでしょう。サイズの方が、はい、フロントが255/40/20、うん、なるほど。リアも一緒かな、これは255、あ、違う、リア285/35/20。はい、でドリルドディスク。そうですね。でブレーキキャリパーはシルバー。はい、どういうようになっていると。なんか最初これ見た時にあれサンルーフなしと思った。おー、はい、でもちゃんとなんかスライディングついてるもんね。はい、なんかついてる感じしなくない。なんか、まあ、この辺から見ると多分分かんないですね。特にそのガラスルーフとはまたちょっと違うのかなっていう。そう、最近なんか SUV でもサンルーフなし多いじゃん。だからセダンでも最近多くなったのかなと思ったんですけど、一応これはベーシックパッケージの中でも入ってるので、あ、もうあのサンルーフはパッケージオプション。なるほど、ね、はい、じゃあちょっと開けて運転席ちょっと見てみましょう。はい、開けると、あ、それ、あ、これでも近くに行くと開くやつだよ確かに。あ、もっと離れなきゃダメなんで確かこれね。なんかテスラの時もそうだったんだよね。お、結構離れた、結構離れた。さあ、あそこから猛ダッシュをするのか、歩いてくるのか。さあ、どういう芸が入ってくるでしょうか。じゃあ、この辺ぐらいからいきます。結構いった、結構いった。今一旦隠れて、多分汗を一生懸命拭いてると思うんですよね。なるほど。お、よいしょ、現れた。ああ、あったあったわ、私の車だ。あ、お疲れ諸君。あ、お疲れ様です。ちゃんと洗車しといてくれたかな。あ、もう終わってます。お、ほら、開いた開いた、ドアノブが5メーターぐらい下から来ましたね。開いたね。はい、で触れればドアミラーもで効くと。はい、ちょっと重たいんよね、はい、これね。
ドゥエス。はい、はい、いいね、この内装もおしゃれだよ。おしゃれっすよね、これ。やっぱ外装色さえメーレアルドグリーンだったら絶対中はベージュがいいよね。はい、黒よりもね。そうですね、レザーエクスクレシブなんで、うん、ナッパレザー。はいはい、あとはラグジュアリーヘッドレスト。ああ、はい、ね、ふかふかのね、ふかふかのがまず入ってると。なるほど。あとは ブルメスター。ああ、スピーカーがね。はい、はい、じゃあ1、2、3でお願いします。はい、失礼します。1、2、3、4、5、6。ああ、でシートポジションは ちょっと上げますね。ここ触れるんだよね確か。あ、ちゃんと手袋してても反応する。はい、でステーリングがこの辺かな。 そうだね、そのくらい。あ、この辺です。はい、でエンジンもかけましょうかね。はい、はい、鍵、あ、そうだ、失礼、わしが持ってる。うん、うん、なるほど。でちょっと警告灯がね、さっきついちゃった。はい、これね、警告灯をつくのね、やっぱね、新型モデルはよくあるよ。前もね、現行の E クラスをね、レビューした時にやっぱついたもん。なんかいきなりつくんですよね。ね、で15分ぐらい経ったら消えたとかっていうのがあるし、はい、まあ、実際このなんか振動がおかしいとかっていうわけじゃないけど、これはよくあるんだよね。はい、だからしょうがないです。ディーラーさん行ってね、一回ちょっとリセットしてもらうとかね、しないといけない。うん、で、ちょっと後ろ乗ってみるね。後ろはこう、こんな感じです。これいわゆるショートだよね。これはまあショート、ショートボディ、ね、ね、全長がでもショートといっても 5m20、 幅が193だったかな。はい、そうですぐらいあるんです。いいね、ダイヤモンドステップとしてもレザーが。じゃあこれもちょっと乗ってみます。よいしょ。あ、シートが柔らかいね。あ、ふかふか。あ、いいね。あ、後ろのヘッドレストにはこのクッションついてないんだね。あ、本当だ、そうですね。あくまでドライバーズカーってことか。ロングになるとついてくるってことですかね、多分。あ、なるほど、 OK です。まあ、メニューボタンはここの真ん中のこのホームボタンですね。これによってこの画面が出てくるんですけど、ナビゲーションが全部タッチパネルなのね。はい、で多分これで大きさ、これがあの今流行りの AR ナビ、実際のこのあれが出るわけですね。あ、そうです。なんで、ね、ナビゲーションとかも走ってると実際の映像が出てくる。そうですよね、はい、で、まあ、車両設定だったりとか。あ、ここで結構多分細かくできるはずなんですよ。ステアリングアシストもそうですし、レーンチェンジもそうです。で、あとは、まあ、全員はラジオ、メディアなんで、まあ、車両情報、テレビとか関係ですね。これ車両情報。これナビゲーションのさ、目的設定ってやりやすいかね。はい、メルセデス。あ、おお、どうぞお話しください。ロペライオに行く。電話を使用できません。電話を接続します。うん、ちょっと違いましたね。ちょっとこっちからもできるかね。はい、メルセデス。どうぞお話しください。目的地設定。目的地をお話しください。ロペライオ練馬。結果を表示します。おお、いいじゃん。もう一度お話しください。キャンセル。で、コンソール系はどうでしょうか。コンソール系がここですね。これを、あ、こう押し込む感じですね。あ、そうすると USB-C が2つ、カップホルダーが2つ、奥に、充電できる置き場があって、小物入れ。で、コンソールですね。いいね、これ前に2つさ、収納があるっていいよね。これ便利ですよね。ね、こっちは逆にUSB を挿すとかはなく、もう完全に物入れって感じですね。いや、この収納はいいよ。普通だってこっちだからね、どっちかだからね。これはいいよ。確かに僕は収納いっぱい欲しい派なんで、うん、しかも結構深さがあるんで、多分ね、物入れてても多分これ隠せるんですよね。なるほど、はい、でグローボックスは、グローボックス、はい、ああ、
ETC がついてて、ディフューザーですかね。はい、はい、OK です。奥行きも結構あります。なるほど、はい、で後ろは今こう私座ってるんですけど、別にね全然狭くない。なんか S のショートって狭いイメージないで、 BM のショートの方が長いの後ろ。はいはい。でもこれは結構長い、全然苦しくない。頭の高さは気になるの。あ、でも全然大丈夫。本当ですか。ここのルーフは開かないけど、はい、でここに、ね、肘掛けがあってこうこう、あ、ドリンクは、あ、そこが、こ、あ、ああ、いたいた、あれこれしかなかった。ああ、びっくりした。そう、ちょっとね、あ、またこのもう自己機嫌なね。あ、ちょっとその辺が、そうだね、うん、こんな感じです。で閉めて、あとはトランクスルーになるんで、あ、こう下からね行くわけです。ああ、でちょっと荷物も取ったりとかね、はい、うん、できるよと。寝るときはその中に入ってきましたね。そうそうそう、はい、OK です。はい、こちら後ろです。はい、後ろはまあ変わんないね。500も400もまあそうですね。これはダミーですね。あ、ダミー。うわー、来たー。そっちもダミー下がってますよね。はい、ダミーかー、なんだよえ、じゃあこの後ろに隠れてるってこと。また、あー、こっちにあるよ。あります。あー、波あー、しょうがない。まあこれ騙されやすいですよね、多分。そうだね、はい、いいです。そうです。 で一応これでちょっと一回ロックします。はい、はい、あー、いいね、はい、流れる感じだね、はい、もう一回、解除します。はい、はい、で、開けましょう。はい、もうちょっと奥までじゃない。ああ、失礼しました。で結構トランクが広い。はい、ね、これまた広くなりましたよね。22から比べると。ちょっとゴルフバッグ入れてみます。よいしょ。あ、ギリギリだね。縦はちょっとここがちょっと傷ついちゃいそう、はい、そう、無理やりやれば入る感じはするんだけど、まあイメージこんな感じ。はい、だからまあね、なんとかやれば4つはいけそうだね。まあそうですね。はい、でここの横も、まあ、1台で行くことは可能です、うん、そうそう、余裕で横も入るんで、はい、ね、こんなイメージです。はい、で閉めるよと。はい、結構これ勢いありますね。あります、はい、じゃあスモール行きます。ああ、いいね。そしてロー、ロー、おー、いいね、3つ光ってますね。はい、アイビーム、はい、あ、いいじゃないですか。はい、それぞれ違うんですね。ウインカー、はい、はい、ハザード、はい、優しいホーン、おお、ちょっと今高音しか出てなかった気がする。ちょっと強めのホーン、あ、こんな音だったっけな、高いね。でちょっとバックにしてみてね、いいじゃないですか。でフロントカメラ出てくるんです。で解除、いいですね。そしてその2カメでこのサイドちょっと全体撮ってもらっていい。じゃあちょっとハンドル右に切ってみて。ハンドル右、あ、ちょっと後輪もやっぱ動いてる感じするね。はい、逆、あ、なんか同じ方向に動いてるね。ない、はいはい、 OK です。じゃあ後ろ行きましょう。はい、ではブレーキ、あ、いいね、幻想的ですね。はい、ライトオン、はい、いいですね、ウィンカー、はい、神経シャールになると。ハザード、はい、バック、お、いいね、明るい。で音はしないね、外にはね。はい、でリアフォグ、はい、右側一つだけです。 OK です。じゃあちょっと軽く吹かしてみますか。はい、じゃあまずコンフォートでいきます。
これか。ああ。次スポーツプラスです。はい。終わりました。まあ踏めばちょっとガラガラ音はするけどね。全然。でも車内にいるとあまりわからない。わかんない。はい。OK です。はい。それでは S400 で試乗に行きます。はい。まあ気になるところはこのディーゼル音がね。どれだけ車内に入ってくるのかっていうところと、ね、はい、あとは走りがどれだけね、はい、まあ、トルクもあってパワーもあるのかなっていうことになるし、はいはい、どうぞよろしくお願いします。お願いします。縦なんですね。うん、ベンチレーターすごい効いてるね。こっちはシートヒーターが効いてます。あれ、あ、そういうことか。ショートでもこの機能があるっていいね。だいたいロングだよ。いや、それ SL にも付いてる。あ、そうなんだ。はい、へぇ、これは音聞いてる。あ、消したよ。あ、消した。おおお、ブレーキが、このやっぱステアリングがさ、なんかすごいよね。この独特のこの電気パワーステというか。独特だなステアリングは。好みですか。うん、軽くて使いやすいんだけど、うにょうにょ回る。でも全く思ってディーゼル音がしないですね。今俺もそれも言おうと思って、エアコンの音の方が大きく聞こえるぐらい、はい、うん、これどっか開いてるんですか。あ、そうだよね、開いてるよね。音しますか。うん、ああ、おお、来た。この信号表示のあれは何なんですかね。これ毎回毎回出るんですかね。ね、なんか設定だろうけど、前の車のナンバーがはっきり見えちゃうから、はい、すごいよね。でもこの角度からだとちょっと、ね、やや反射してね。これって高さ、角度変えられないんでしたっけ。ね、これ変えられない。なんか新型の SL とか変えられるんですよね。へえ。っていうなんかニュースを見ましたけど。SL って何、マイチェンしたの。マイナー、モデルチェンジしますね。ようやく。はい。あー、なんか550って500か500ですね。あんま変わんないんじゃないかっていう感じ。あの差別があんまりわからない気がします。そうだね。へー。あとこのヘッドレストあるじゃないですか、うん、汗かいてるときはちょっと頭つけたくないなっていう。そうだね。あとなんかワックスベタベタのときとかね、はい、あら、とても運転しやすいわ。多分意外とこれいいんですよ。絶対これ意外と大きさも全然感じないね。はい、横幅193くらいありますよね。3とかあるよね。あらあら、なんかすごい運転してると車が小さく感じるな。端に点が6個見えれば、そう、見えるよ、大丈夫です。ここの点がね、123123、だからステアリングのポジションをねちゃんと合わせましょうっていうことを言いたい、ね、ってことは今は合ってなかったとか。いや、合ってたよ。なんか走るとね、多分言う設定で言うんだと思う、ね、なんかこの辺が何もスイッチがなくてなんかスッキリしてるね、はい、いつもピッポッパッポやってたのに。で、僕はちょっと気になったんですけど、やっぱちょっとこの辺が欠けて。ああ、確かにね、はい、これがだんだん消え、そうなのかな、これ塗装だと思うんですよね、これね。あ、ちょっといずれマッキーで塗ることになるかなと思って。そうだね。こっちは逆だし、これ2つこうついてるな。なるほど。これ
これってこっち側にはボタンがないんですね。うんうん。ああ、ここでね。ここでメーターパネルを変えられると。いいじゃないですか。ナビゲーションにしようかな。うわー、わかりやすい。すごいけど、なんかちょっとそこの 3D だとちょっと酔っちゃいそうな感じですね。普通のに変えますか。うん、あ、いや大丈夫、こっちでも。そこの設定をしなきゃいけないですもんね。そうそうそう。うわー、わかりやすい。いやすごい。これ狭いところに走った時にすごい重宝できますよね。でも狭いところってさ、結構慌てるじゃん。慌てるってる時に冷静にこれを使えるかっていうところもあるよね。はい、あー、確かに、うん、余裕がないと。ただもう本当にこの機能がいっぱいありすぎですね。よく分かんなくなっちゃうんですよね。わあ、これもディーゼルって分かんないのか。本当にね、普通にガソリン入れちゃいそうだよ。ハイオク満タンとかってあ、ディーゼルだったみたいな。うわあ、すごいね。今3000円分入れただけなのに半分近くまでいくね。4分の1ぐわっと。それは経済的だな。この静かさでさ、ディーゼルはありだよね。ありですね。でガソリンよりトルクあるんだよ。はい。だって330馬力も正直3リッターのエンジンだったら結構ある方じゃないですか。そう。あるしさ、あとさ、購入する時の、環境性能割、はい、とかって減税対象になるでしょ、ディーゼル。そうですね。みんなに優しい。そうなると500よりこっちの方が売れたりするんですかね。ね、経済的だもん、はい、僕はね、なんだろう、その法人で買うとか買わないとかはあるかもしれないけど、今のところこのディーゼル推しだね。おお、一般目線からすると確かに500とこのディーゼルの差別化って難しいかもしれないですね。ね、静か、乗り心地も良い、良き良き。これ寝そうだな。ちょっと寝ていいよ本当に寝れるかどうか。いや、多分このヘッドレストがまた、あ、これね、これある意味良くないかもしれないね、はい、牛後部座席だけにつけてほしいな。すごい、なんかゆっくり走ってるような感じですね。ね。うわー、乗り心地いいわ。これいいね。これいいっすね。この段差も全然気にならない。運転楽だし、なんか、そう、 S の時も言ったけど、運転してる感じがない。うん。うん。今の S は本当そんな感じ。なんかもう本当に操縦。警告灯とかがついちゃう。そうですね。そうなると気になるし、やっぱここの問題点は保証がついてる時はいいけどさ、我々みたいにさ、ね、中古車を売ってる専門店だとさ、保証した時のところがさ、はい、本当に気になっちゃうね。で、あとは結局それをじゃあ見れる工場がちゃんとあるかどうかとかね。だから本当にこうメーカー保証も新車時からもう5年間にしてもらうとかさ、電気系統が多ければ多いほどさ、不安でしょうがないね。そうですね、電気系統だけはちょっと期間伸ばしてほしかったりしますよね。ねえ、メンセスケアみたいにそのさ、エンジンオイルまでさ全部ね、3年間フルサポートしますまでいらないけど、はい、電気系統とかね、これこうナビがダメになっちゃったらみたいな、長めにこのフロアに関してもここがダメになったら全部が使えないってことですもんね。そうそうそう、ここ怖いよね。いや、運転楽だな、これは。これ今、コンフォートモードでしたけど、スポーツ変えますか。うん、あ、そうだね、変えてください。じゃあちょっとスポーツプラスくらいで。あ、いいね。このやっぱディーゼルっていうのはこのグッとね、来る感じのトルク。はい。これが好きだな。うん、ガソリンってあんまないんだよね、この。よほど排気量が大きい車じゃない限り。
でちょっとパドル使っちゃいますね。ほらこのドンってくる感じ、はい、これディーゼルですよ。で今回転数3000回転ぐらいで走ってるんだけど、それでもディーゼル感があまりない。はい、シフト小さいとかありますか？まあでもね、絶妙に使いやすいですよ、これは。おお、なんかすごいな。あんまりこういう風にさ、なんかさ、演出にこだわってるとさ、おお、すげえ飛ばしてる。これを見ちゃうよね。いや、見ないでください。僕が見ます。おお、あれ、トルクだって700ニュートンとかだったよね。そうですね。ああ、いいね。このトルクを。で燃費が気になるところですが、 7.5。 うん、ね、ちょっと踏んだりしたからね。そうっすね、だいたい平均 7.5。 あ、この型の演出はないんだね、400は。あ、多分アンビエントライトの問題だと思うんですけど、それは。はい、メルセデス、どうぞお話しください。眠い。あなたの質問はカフェインのように作用します。うん、なるほど。あ、なんかリラクゼーションだからかシートがあったかくなった。本当ですか？うん、でも見た目で400とか500の区別ってつかないですよね。パッと見は分かんないでしょ、これで。逆に500だったら1800、900万くらいするんですよね。そうだね。うわ、考えるとこだな。うん、あ、やっぱ右ハンドルだから、そういうのにも慣れていかないといけないですからね。そうだね。もう次の車は多分普通に右ハンドル乗ってると思うよ。で、あれ右にしたんだって言ったら、あ、本当だ、右乗ってる。そんな時代が来ると思う。あ、そういう時代ですね。うん、あれだけ右が嫌だって言ってたのに。確かに。意外と右側に残るべきところですよ。さあ、次は何なのか。ここの収納もなんかいいね。滑らなくなってるし。ちょっとワイパーも動かしてみてくれる？ワイパーですか？はい、回すんじゃないか。ああ、おお、左側のタイヤも落ちたいそうだよ。 こういう時に出てほしいですよね。確かに。やっぱあれはセンサーはあれかな。おお、また。こういう時に出てくれるかどうかっていう。これ結構、これはちょっとあれだね。この人進む気はなさそうだな。こう下ろして、おお、これはで出てくれない。マジで出てくれない。うわ、すごい。え、ピッコに。これセンサーもなんない。え、大丈夫かこれ。怖い怖い怖い。もうちょっと左行けるよ。あ。何も言ってくれないんかい。あ、ちょっと今のいけてなかったな。いけてない。完全無視されてたから、ね、はい、一人でいけって感じですよね。うん、確かにね、今のところ欲しかったね。いや、でも乗り心地はいいわ。いいっす。されるのか。なんかこれハンドルもなんか自然とセンターに戻ってくるんですかね。ね、そういう感じだよね。お、リッター 8.3 まで増えてましたね。
て今の距離は何キロ、2000キロとか3000キロだよね。今2800キロ。売った理由は何でしょうと気になりますね。やっぱりあれかな、快適すぎたのか。あ、ちょっと今まで乗ってきた車があれですけどなのか。僕は実は400と5002台買ってて、うん、乗り比べて500が好みだった。あ、でもさ、どっち乗りたいって言ったら500乗りたい派でしょ。いや、そんなことない。400でもいいかなって思ってます。なんか一番なんかね、ハイエンドなグレード乗りたい。まあ、まあ、そうで、そうですね。これ直録だよ。いやー、なんか違いがあんまり分かんない気がして。まあね、天下のメルセデスがさ、そんな違いが分かんないぐらい、まあ分かる人が乗れば分かるのかもしれないけど、はい、ここまでっていう反応しちゃった。どうぞお話ください。キャンセル。そうだから他もなんか似たような感じになってくるだろうね。でさ、このさ電動で操作ができて、はい、なおかつ快適すぎるからまたちょっとネオクラブームとか来ちゃうだと思うんだよね。うん、そうっすね、うん、じゃあ220乗りますか。220はってでもそれこそさ、今124の E クラスとかだってさ、はい、結構な値段で売ってるじゃん。はい、でもあれはあれで良さがあるんですよね。ね、まあポルシェエンジンだったりするモデルもあるし、はい、確かに僕も最近ちょっとそういうネオクラじゃないですけど、うん、ちょっと古いやつとかは興味はあります。あ、そう、はい、まあ、あの手間もかかるのかもしれないですけど、うん、やっぱ今はもう完全になんか全てを管理されちゃってる気がして。あ、確かにね、束縛されるの嫌だもんね。そうですね、束縛はしてないけどやっぱ見られてる感があるとちょっとね、ちょっと泣いちゃうんですよね。泣いちゃう。なんか難しいとこだな、ここって。常に時代はこういう風に変わっていくからね。でしょうね、これなんか角度を変えられたらいいのになぁと思って。うん、すごいね、なんか空もさ、ちょっと青みがかってるよね、はい、リアルよりも。リアルはこう、モニターはここ。これでさ、信号表示って今出てて、はい、この画面になってるんだけど、画面になってるんだったらさ、なんか青になったらさ、信号が変わりましたとかって知らせてほしいよね。あ、確かに。例えばトヨタとかだったらさ、前の車が行ったらピンってアラームで教え、はい、お知らせしてくれるみたいな、ね、あるのかどうか分かんないけど。だからその辺の設定、うん、とかをが分かった。難しいが難しいから売却したんだよ。だから逆に、まあ、変な話、ちょっとご年配というか、うん、このデジタルなのに慣れてない人は、うん、操作絶対そうできないですよね。これだって外装色緑で、はい、内装色このねベージュ系のクリーム系、はい、若者が選ぶかって言ったら多分そうではない。そうですね、紳士な方が選ぶかね。そうそう、エレガントな感じで、はい、がこれをちょっと使いこなすかって言ったらちょっと分かんないね。俺には無理だっつって。私にも無理よって。じゃあもう売るかっつって売るかと。そうなって、もうこの間久々にね、あのこんなちょっと偏見かもしれないけど、あのお客さんとお話ししてた時に、いや僕はねって、角保さんってLINE やってないんですよ。お、あ、そうですかって。え、じゃあ連絡は、あ、もうお仕事メールかその E メールで。あ、というかね、加古さん僕ねスマホ持ってないの。結構若い方だね。若い人で、うん、はい、すごいでしょとか言って。でもね、持ちたくないから持たないんだって。あ、もうそこまで来たらもうそれがあれなんですよね、うん、プライドになっちゃってですね。そ
そう、逆になんか今のままでいいやっていうスマホにしてまたこういう、ね、操作をちょっと一から勉強してとかっていうとちょっと辛いかもしれないね。それと一緒だよねこれね。でも逆にこういうのがもう好きな人はもうたまんないんでしょうね、うん、こんな風になっちゃったんだみたいな。だってちょっと前の車はさ、なんか PDK が良くなったとかさ、ギアが変わったとかさ、はい、でちょっとアシスト機能がついたんだけどさ、今もう操作がもう全部これだからね、はい、これになっちゃうとさ、もうちょっと、うん、きついと思うんだよね。この辺でしょ。なあ、もう落ち着かないってなっちゃいますね。なっちゃうね、これはね。だってさ、この車乗った時に、そう、この車乗った時にだよ、はい、そもそもアンビエントライトオフだったじゃん。確かに、そういうとこあるんだよ。こんなのいらないって、そういうことですね。ああ、やっぱそれだけでもそれなり人のそれぞれの味が出るんですね、うん、僕だったらギラギラにしますもん確かに。でちょっとなんか、みのちゃんすごい車みたいな。そう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 今日は何色にするって。ここも光っていい感じじゃないですか、ね。ほら、なんかいつもさ踏んだりするけどさ、はい、踏まないでしょ。踏まない。ねえ、なんかそういう感じになっちゃうんだよ、はいはい、全然踏まなくていいやって思う。ねえ、そこはいいことだよね。はい、あとやっぱあの、うん、ヘッドアップディスプレイだと、ここにも今の車って、まあ、どのメーカーさんもそうですけど、うん、速度表示制限速度記載あるじゃないですか、うんうん、それ見ちゃうとなんかそれ守ってやろうと思っちゃって。ああ、それも狙いかもね。はい、それでは S400D フォーマチックのまとめです。はい、美濃田さんから100点満点で点数をお願いします。はい、88点。もう、まあ、割といいですね。もう十分すぎるというか良すぎます、はい、すぎる、はい、ただ100点にいかない理由は、はい、ハイテクすぎてやっぱ使いこなせないな。うん、なんか一気にハイテクになったよ。はい、でも中なんてもう余分なものがないというか、うん、もう一つのところに全部が集約されてて、うん、操作するので、どこに何があるのかとか、運転しながらちょっとそれを操作するのは怖いのかなとか、うん、でこれが壊れたらどうなっちゃうんだろうっていう不安からちょっと点数が下がるかなと、うん、なるほど。でただこの400で走りに関しては僕文句もないです、うん、もうそれ踏めば多少のパワーもあるし、逆に飛ばそうっていう気にもならないので、うん、なんか落ち着いて運転できるなっていうところは良かったなと、うん、思います。はい、はい、では、どんな方にお似合い？もうこれはですね、電気系が好きな方じゃなきゃ乗れないです。なるほど、はい、多分IT 音痴というか電気音痴な方は、うん、イライラして仕方ないと思うんですよ。そうするとちょっと運転にも影響出てくると思うんで。なるほどね、はい、そういう方にいただきたい。なるほど、はい、じゃあ美濃田さんだったら500と 400D だったらどっちか。それはですね、ずっと悩んでたんですけど、うん、なんか 400D で十分じゃないかっていうふうに思いました。なるほど、価格的にも、うん、まあ、約今のちょっと相場もありますけど、うん、500、600万違うよね。はい、違うじゃないですか、うん、でじゃあそこから、何年か経ってリセール考えた時とか考えると、うん、こっちの方が意外といいんじゃないかっていうふうに思ったので、うんうん、400Dを選びたいなと。なるほど、思います。わかりました、はい、で私のまとめです、はい、
ですね、今日テンションがちょっと低いかなって、加古さん低いんじゃないかなって感じた方いたら申し訳ございません。今日はですね、2回目のワクチン接種を、ね、はい、前日してきてですね、ちょっと副反応があってですね、ちょっと気持ちテンションが低めなんです実は。昨日休んだぐらいなんで。そうですね、なんか珍しく休んでましたね。そうなんです、はい、で点数としてはですね、私は93点。おお、高い、はい、割とちょっと高めに設定させてもらってるんですけども、はい、まあ、理由としてはまずこの音、はい、このディーゼルなのかガソリンなのかもうどっちか分かんない、もうサンドに行ったらすいません、ハイオク満タンカードでとかって言っちゃいそうな、はい、もうそれだけもうディーゼルっぽくない乗り味、うん、音だったです。で乗り心地もすっごいいいし、いいんじゃなくてすごいいいし、もうハンドルも操作も軽いし、ブレーキもアシストちゃんと効いてるしと、なんか特に文句がないと。ただ走りにおいてのその文句はないんですけど、やっぱりそのこう電気系統、やっぱ警告灯もね、やっぱねよくつくんですよね。こんなまだね登録、今年登録の数千キロしか走ってないのに、なんかなんとかセンサーがエラーですとか故障とかって出てくるんで、なんかそういったところはまあしょうがないのかなって思えるんだったらありかなと思いますけど、あとはやっぱりそのね、電気自動車じゃないのにもうこれだけもう全部もうモニター化されてて、はい、ね、全部タッチパネルの操作になってくると、やっぱりそれをやっぱりうまく使えないっていう方もやっぱり非常に多いんじゃないかなと思うんで、僕一個人としてはこの S400 や500のグレードの中に、例えばだけどなんかそういう、ね、シニアモデルじゃないんだけど、だってさ今まで S クラス大好きだったさご年配の方とかがさ、はい、ね、また新型出たから乗り換えたいって言ってもちょっとさ、きっとここで諦める、はい、そんなこともあると思うんです、はい、一応買ったは買ったけど、多分このオーナーさんもそうだったんじゃないのかなと思う、はい、もうライト関係全部スイッチオフにしてるし、はい、ね、だからこれだけで売却されたわけですから、だからそういう方向けにもちゃんと乗れるモデルがあったら僕はいいんじゃないかなと、まあ、ちょっとねコスト的なものもね あるのかもしれないですけど、シニアパッケージでそう、シニアパッケージでじゃないとさ、もう追いつかないでしょ、これはもう、はい、うん、それでも YouTube 見るのが精一杯になっちゃうこれ、はい、ね、というのが、まあ、主観でありますけども、はい、印象でした。でどんな方にお似合いかと言われれば、そうね、これは難しいけど、そのまあでもこのやっぱセダンがどうしても必要で、でもロングはちょっと大きすぎるし、はい、でもこのショートなんだけどこの小さすぎず大きすぎないこの絶妙なサイズ感っていうのはなんかね、僕は日本の需要に合ってるんじゃないのかなと思うし、うん、本当にね乗ったら別にね、ん S? E? なんかそんな車のサイズ感じないなと、まあそうですね、いうぐらい、で唯一駐車場だけじゃないですか。そうだね、はい、まあ、駐車場入れる時もねセンサーがパッと反応してくれればちゃんとベストなんだけどね、今日もあの狭い道取る時に、ね、反応してくれなかったりっていうのもあるんで、まあ、そこがなんでかなとかと思うところあるんですけど、とにかくねやっぱね乗り心地、乗りやすさ、運転の快適性、操作性を重視する方とかはいいかなというふうに思いました、はい、以上本日はメルセデスベンツ S400 でフォーマチックをインプレッションいたしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。